皆さんこんにちは、ルナトシのトシです。めっちゃちっちゃいルナです。今日もマインクラフトやっていきます。はい、はい。で、後ろの例の駅ちょっと燃料すぐなくなるんで、ゼロティックの昆布焼き器追加しました。はい、はい。じゃあ今日はルナのなくしたエリトラ取りに行きましょう。久しぶりにエンドラ冒険です。エンドラ、エンド冒険です。はい、じゃあどうしようか。あ、ついでにこの後ろにいるのはルナの舞台狼騎士団です。狼騎士団一番先頭にいる子がリーダー。とりあえずパパのヘルメット壊れそうなんだよね、これ買わない。マジでやばいね、それは。で、作ろう。イエーイ、イエーイ。ヘルメット以外は現地調達するんで。ってなんだこのクレーターは。どうしたこれ。知らない、ルナ知らない、ルナ知らない、ルナ知らない。ドカーンとやられましたね。やられた。ルナがね、ちょっといろいろね、作業台で作ってる時に後ろからシュッドーンってやられた。革のヘルメットない？革ヘル？ね、革ならどっかにある。どうせなら新品がいいでしょ。てってれー。よし、ちょっと貸して、エンチャントする。一発勝負でいくぜ。何がついてもこれをつけてエンドいきます。で、トゲでも他のものがついてるかもしれんか。じゃじゃん、防火さ。いらねー。レザー用じゃん。あ、夜だ。ねよねよ。やった、夜だ、イエーイ。二人同時に寝たな。おはようございます。おはようございます。ルナ、あと火薬いるんだった。パパ空飛んで探すからさ。あー、かやく、あー、じゃあスタンバイしようか。じゃあこのお店行こうか。いらっしゃい。こんにちは。どうも。あ、ルナバカ商店。これ買え、花火あるけど花火買えないの？花火は、一応作ってはあげるけど、紙こっちで用意しろって言うんだったら追加料金。紙持ってます。紙持ち込みで。はい、ほい、ありがとう。ツースタックでいいでしょうか。ちょっと地下が開いてますよで、火薬花火作ってください。何個ですか。ワンスタックほど。金はいくら。火薬一つにつきエメラルド一つで、紙はいただいたので64円です。60円。だあれでしょ、火薬1個で花火何個か作ってるでしょ。まず、うん、あ、ごめんなさい、作業台少ないんだった、うち。ちょっと待ってね。お、お、すごい、25円でこれだけか。あ、じゃあ25円。はい、よし、じゃあ行こうぜ。馬乗ってこうぜ、馬。はい。パパのためにね、真っ黒い馬ちゃんと捕まえたから。あ、そう。ほら、パパ真っ黒い馬欲しい。お、かっこいい、かっこいい。行きましょう。おっそ、この馬、おそ。こんな遅い馬いるの。いるの。しかも体力少ない。これ走った方早くね。ちょっとルナ、ちょっと一回馬から降りて走ってみてよ。よーい、ダン。え多分ジャンプ走りの方早いぞ。え、早い、そっちの方早い信じらんない。チロハシはいる。よし、やってきました。うわ、ゼンロスの予感しか見えない。このエンドポータルでゼンロス何回もしたからな。やっぱりね。え？え？世界の外へ落ちました。ゼンロス。マジか。ね、やっぱりね。
じゃあ、あとよろしく。せっかく大装備一式揃えたのに。ほんとだよね。あ、地図なくなっちゃった。あ。だから嫌なのが面倒前に。もし落ちたとき、座標見といて。オッケー。ちゃんと来た。来たね。ほら、最強装備ちゃんと持ってきた。じゃあ、パパはここから飛ぼうかな。やるなことでコラスフルーツ狩りでもしてるわ、暇だし。どこに向かって飛べばいいだろう。行くか。なんか久しぶりだな、飛ぶの。ルナがいてくれれば、帰る座標はわかるから。うん、ルナずっとここら辺であの、コラス狩りでもしてるから。帰り道はわかるけど。これ地図なかったら闇雲に飛んでるだけだよね。にくいエンドをめっちゃ荒らすって決めた。あんまりいっぱい取ったらエンダーマンに怒られるかな。でもだってこの音が気持ちいいんだもん。これでまた死んでもいいようになったぜ。ほら持ち物何もないけどさ、安心ね。死んでもいいし、経験値も53あったけどなくなったし、なんもないな。間違えてコラスフルーツ食べた。ワープした。また食べた。ワープした。帰ろうかな。一応取れそうなコーラスの花は取ってるけど、取れないのが多いな。上向きたくないからあんまり。また船は、船は、あ、でかいけど、あった、船あった。外側に忘れ物してきたから、でも取りに行くの面倒いからそこから取ってきて。シティ攻略るのもしたかった。よいしょ。飛びます。私に翼を持って。ルナの翼を持って帰ります。なんかそんな曲なかったみたい。じゃあルナあげる。はい、じゃあルナに。これと、羽と、ダイヤの装備も、パパつけてるやつもあげようかな。これいらない。あと、ダイヤもあげる。ちょっと待った。チョコ代もあげる。え、ルナまさかすぐ履いた？うん、履いた。それ脱げないやつ？うん。パパめパパめじゃないよ。なんで束縛なんか渡すんだよ。それちなみに強いの束縛。
束縛以外なんかついてる？パンツだ。あ、でもブーツはいいや。なんか軽減ついてる。おお、すごい。あ、あとこれもあったわ。はい。頭。あー、ブロ。てか、で、最後に殺して。なんで？ダイヤのパンツ脱ぎたい。え？このダイヤのパンツ脱ぎたい。え、じゃあ、ルナ、パンツ脱ぐの？あ、ちょっと待って。はい、いかがだったでしょうか。一応、ルナの分のエリトラ、またゲットしました。イエーイ。これでまた2人で飛んで遠くまで行けるね。また耐久と修繕もつけなきゃ。うん。またよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた見てください。じゃあね、バイバーイ。うちだ。バイバーイ。あー、70以上のレベルが。大丈夫、レベルがゼロだよ。やーはー、復活。寸分の狂いもなく同じ場所に復活しました。あぶねえ、かすれた、頭かすれ、あー復活。もうちょ、あれ、ちょっとゾンビいる。パパだけじゃなくて奥にゾンビいる。嘘。本当。嘘か。よかった、帽子かぶっといて。チェストまだ落ちてる。じゃあ今度復活できない場所違う。レベル70が3になった。ああ、こっち。